新しいクラブがね、箱に入って届いたんですが、ね、いいですね。本間ゴルフさんから届いております。生徒さんに。今日はですね、スカイトラックを使って、どのぐらい飛ぶのか、ちょっとやってみたいと思いますね。こういう形でね、飛びます。説明書かな。これなんかレンジすごい太いっすね。特殊だねこれ。え、なんだこれ、尖ってなくないですか。あ、蓋か。あ、蓋でしたねこれ。尖ってないなと思って。あ、これあれだ、なんだろう、アングルを変えるやつねの、まあ、レンチと、まあ、普通のレンチと、ちょっとこれ後で使い方をちょっと確かめてみましょう。これね、カバーもだいぶなんかちょっと変わりましたね。ビニール外していいですか。はい、じゃあこれね、もうほんとね、これ外すの大好きなんですよ。前も言ったんですけどね、ちょっと外させてもらいます。よいしょ、ますよ。ですね、さっきのだからレンチが多分ここのやつと、まあ本当シャフト外しちゃうやつ。どうすかこれ、新品ですよ。で上も外しましょうね。いや、うまく切れなかった。うまく切れなかった。もう何やってんの。じらしてますよ、じらして。よいしょ、剥げました、これで。はい、これ綺麗ですね。で、今回購入されたのが純正ですね、これね、ウィザードの、50SR、はい、で、こんな感じですね。まあ、この辺はちょっとあの綺麗に取れるか分かんないんで、ご自宅で外してください。さあ、新しいクラブの初めてのショットですね。さあ、どんな音がするんでしょうか。おお、重い音。うおー、まあね、僕がちょっとね、アメリカでね、なんか、まあ、日本でも試打したんですけど、ちょっとね、びっくりする結果が出ちゃったんでね、ついつい購入されましたけど。いやー、これちょっといい感じですね、ほんとね。ちょっと後で出してください。右も飛んでいいかな。ほら、右もまあまあ飛んでるんです。さあ、ちょっとね、お借りしてみました。どうですか、TW747。まあ、10.5 で、セッサなんで、SR ですね。いいですね。なんか新品の輝きはいい。さあ、どんな感じでしょうか。まず軽くね、ちょっと振ってみましょう。座りがすごくいいですからね、ここね。まず41のスピードで 223.9。 どうでしょうね。どんどんいきますよ。ちょっと右に寄れちゃったな。ちょっと当たり損ねですけどね。はい、260.7、まあ、ヘッドスピード 44.7 と、はい、まあ、実際ですね、20ヤードぐらい、このマシンに対してはね、ちょっとプラスしてもいいんじゃないかっていうぐらい、ちょっと厳しい数値出ますんでね。よその次第いくと300ヤードちゃんと出ますからね。
もうね、僕のスカイトラックが一番出ない。さあ、しっかり振っていきましょう。ほんとこれね、座りはいいですね。こうグラグラしない、こうやってちょっと起こしてパッと離してもピタッと止まりますから。顔の雰囲気はタイトリストの TS2 をちょっと大きくしたように見えます。はい、さあちょっと振りますよ。振りました。おい、うん、そうね、まあ 47.1 だけどちょっとスピン量多かったかな。まあこんなもんか。はい、 168.5、 まあ 10.5 とちょっと SR ということでね、少しタイミング待たないといいインパクトが出ないんでね、その辺はちょっと考慮して。このねクラブってインパクトを強くするっていうのをグッと押し込んだ方が数値に出るんですよね。これはね、なんか試打してる時からそう思いましたね。仕込みを、さあ振り抜いた。どうなんだ。そういうことですよ。出た、ね、ほぼほぼまっすぐ、まあ、14度の出だし2000、まあ、回転数はこれぐらい出るのかな。で 46.3 なんですけど、まあ 273.2 プラス20ヤードぐらい、ちょっと実質ね見てもらいたい、ね、まあ290ぐらいは、普通に出てくれるんじゃないかと、ね、でまあ僕今後ですね、ちょっと多分 9.5 度の X を使う予定なんで、それがねちょっと今届くのを楽しみに待っております。さあこちらのね本間の TW747 460cc 10.5 度の SR のシャフト、純正シャフトですね、こちらの方を、生徒さんにお借りしましたね。本当にね、なんだろうな、久々に本間ゴルフさんで飛ぶドライバーじゃないかなと、飛距離にねちょっと特化したような、強いねインパクトを出るクラブなんでね、ぜひね皆さんもね押し出してね、よかったら使ってみるのは、いかがでしょうか。キッシーでした。生徒さんにもねこれでちょっとしっかりとねレッスンして、もっともっと飛ばしていただきたいなと思っております。では。